はい、どうもエルザです。それではウォッチドッグスレギオンやっていきたいと思います。さて、今回はケリーのミッションということで、一旦キャラクターを変えてやっていきたいなと思います。で、どうやってやっていくかってところなんだけど、まずどこかな。ミッション自体は結構近場か。近いね。んじゃ、ここまで行って招待状をまず手に入れましょうか。おう、じゃあ招待状をゲットと。随分と簡単でしたね。あなたもそう思ったでしょう。セキュリティコードを解読するので少々お待ちください。バグリー、何か分かった？メアリー・ケリーは1904年から営業している衛星施設ハックニーバスで売買を行っています。こちらは奴隷を売りさばくためのマーケットとなっています。彼女は海外から投資を受けてると言っていた。協力者、顧客、従業員、全て合わせると相当な規模になるわ。メアリー・ケリーの核心に迫ってる。ラウ警部補はメアリー・ケリーの起訴を法務長官事務所の知り合いに話すつもりです。起訴するに足るデータを収集する必要があります。マイクロチップはこの問題の核になるものだけど、実態はまだつかめてない。具体的な証拠になりそうなものを探して、例えば設計図とか領収書とかサンプルとか。作戦は至って単純です。ケリーの宴に押し入り情報を集める。それとできれば死なないこと。死なないことね。ハックニーバスではくれぐれも用心しな。メアリーはボタン一つで人質を皆殺しにできる。今の段階で解放したとしても命はあってないようなものだ。メアリーはまだこっちの動きには気づいてないから、その隙を突くしかない。じゃあ近づくまで行か。まず行きますか。そうなんだよね、助けたところでっていうところだよね。じゃあ近場ないんで、こっちがいいかな。あー、またここか。で、次は？不用意な行動は避けてください。建物の CTOS ハブをハッキングして中の様子を探りましょう。いいアイデアじゃん。ハッキングね。さあ、監視カメラ見ていこうか。入ったよ。名前、場所、日付、手に入るものは全て確保して、この事件を立証して、囚われた人たちを解放する方法も見つけないと。何か考えてみるよ。まだ誰も来てない。よかった、シャンパンの到着が遅れてるんだ。金持ちのクソどもは本当にタダ酒が好きだからな。そいつで乳離れしたのかってぐらいだ。まあ商品の販売準備はできてる。心配無用だ。いや、彼女は来ねえよ。少なくともここには。俺は構わない。壁に隠れている。彼女はボスではあるが。そうだ、近くにいるときは用心しないと血を見ることになる。いや、カメラね。どっかある？あった。そこか。これ前からあったらよかったのに。
ちゃんとカメラを見ろ。正面だ。よし、いいぞ。さあ立て。よし、そこでゆっくり振り返る。やだ、やりたくない。頼む。聞こえないのか。立てと言ったんだ。情けないやつだ。こいつはダメだ。売れるわけがない。買い手は品質にうるさい金持ちばかりだからな。下に連れてけ。カタログを更新してそいつのステータスをネットに上げる。よせ、悪かった。言う通りにするから。やだ、行きたくない。うるしい、黙ってろ。くそ。え、調べてみよう。地下はロックされている可能性が高いと思われます。とはいえ、あの間抜けな連中の一人がその周辺にアクセスコードを放っておいてある可能性も高いでしょう。そうだね。これかな。あ、あったね。これで地下にアクセスできます。いいね。んー、じゃあもう大丈夫かな。地下室を調査しろか。マジか、めちゃくちゃ激しいな。死んだらやってないで探せ。異常なし、他を当たる。徹底的に探すんだ。見つけてやる。で、異常なし、向こうを捜索する。エルザ、集中しろ。さっさと見つけ出すよ。ここは今んとこ大丈夫。オッケー。さて、もう一つトラップ置いて。あれ強そうだな。どういう動き方するかな。よし、成功。爆発系は強いね。人が逃げてきたか。一人は発見したけど、奥だね。はい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 。来るか。意外とか。まあ入るだろうね、そこね。よーし、散開して見つけ出すよ。誰もいない。誰か。オッケーオッケー。あ、
大丈夫そうかな。多分一般市民がやられたかな。やっちまったかな。あるね。ゴージャスでまともに見えるやつらほどめちゃくちゃなんだよ。当たり前の顔して人間や臓器を金で買う。まずはマイクロチップを無効化しましょう。そうしないとメアリー・ケリーが先に在庫を処分してしまいます。そうだね。心臓すら移植できます。心臓、肺、角膜、ゴールデンクースには様々な商品が揃っています。生前に摘出されたため効果は。なんてこった。ゴールデングースはイカレ野郎のためのショップなんだ。人間の臓器とかヤバいもんばっか売ってる。こんなの今すぐやめさせないと。後で手を洗った方がよろしいかと。面白いものが見つかりましたね。ミス・ケリー。お？なぜ爆薬の発送が遅れてる。金は届いてるはずだ。ええ、全額ね。正直実家の地下室ででかいことを言ってるだけの連中だと思ってた。それで今は？そっちには資金力がある。そしてうちの組織は大変なことに巻き込まれる可能性がある。金額は倍が適切ね。評判通りだな。だが我々は金よりも価値のあるものを提供できる。例えば権力だ。どうだ、ロンドンの女王になりたくはないか。女王ね。この町の主、完全な自治権。そして一切の抑止もない。物を渡しさえすればあんたはロンドンの支配者だ。まあ悪くない話には聞こえるわね。爆薬は届ける。やけどしないようにね。これなら決定的な証拠として使えるわ。メアリー・ケリーは爆破事件を起こすための爆薬を提供してた。これに奴隷と臓器売買を加えたらもうおしまいね。なるほど、興味深い展開となりましたね。結局メアリーはゼロデイではありませんでしたが関与はしていました。痕跡を隠すゼロデイの計画は見事というほかありません。実際まんまとしてやられました。私にすら悟らせないとは本当に大したものです。当初の目的を忘れるなよ。まずはケイトリンのためにゴールデングースの情報を確保だ。バグリー、いくらかデータは復旧できたか。シンプルなマーケットサイトですね。品物のリストの一部は復旧できましたが、ラウ警部補が必要としているものではありません。バグリー、ウェブサイトのサーバーを見つけねえと。ケイトリンが探してる情報を手に入れて、こいつが完全にオンラインになる前にシャットダウンしよう。そうしたいのは山々ですが、サーバーが世界中を飛び回っています。おそらくシャッフルするプロトコルや何らかの複合的ネットワークを使っていますね。もちろん突き止めるのは可能ですが数日かかります。上の階のやつがこの署を仕切ってる。会っとかなきゃな。そしたら上に行くか。いやー、やっぱゲス野郎だったなケリーは。奴を見つけ出せ。さすがにか。危ない。どんちゃん騒ぎになってるな。管理者を発掘。上に行かないと様子がわからんな。暴動が起きてんのか。デッドセックと遊ぼうってか。おい、ノックアウト。いた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 。
おーおーおーおお。ゴミだな。やってられっけ。痛い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 、それは痛い。応援の手配を。どこ行きやがった。いやあんな関係なしに殴ってくるとは思わなかった。さあ、タップダンスの時間は？危なっ。さて、あとはガンジャム。ああ、結構荒れてますな。そこから持ってくるのか。いやー、これちょっと粘るか。どう？さあどう？よし。見当たらない。完全に逃げられた。危なかった。そうだね。ちょっと頼むよ。なるほど。察知能力高えな。さあ、まず君は今やめないと。よし、テックゲットのターゲットが負傷。スモちゃん、援護よろしく。あー、タレットがあったのか。なるほどね。痛い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 。あっ、よし、あと2人か。それだったら別に。うん、OK。今
出てきたら多めに見てあげるけど。特に異常はない。他の場所へ行く。何もない。他を調べる。意外と痛かった。よし、終わり。クモちゃんが邪魔だね。いいポーズだね。いいわ、いいの字やわ。優れた感をお持ちです。ゴールデングースサーバーの座標が判明しました。それからマイクロチップ制御の中継地点も両方ともネオゲートに存在します。バグリー、あんた最高。よし、次行きますか。いやー、大変だったね。結構敵対すること多くなったね。接触して倒すっていうパターンがね。そこまで戦った感じはしなかったんだけど、序盤は。まあ、そんだけ進んできたってことか。さあ、脱出しよう。デッドセック、何としてもサーバーデータを確保して、そしたら私がそれを法務長官の事務局に引き渡す。メアリー・ケリーに全ての悪事を償わせてみせる。サーバーをいつまでもダウンさせておくのは無理だよ。ぶっ潰してマイクロチップの制御装置も止めないと。みんなを救うにはそれしかない。次の目標はネオゲートです。メアリーはゴールデングースのサーバーをサイバーセキュリティソフトウェア企業の最深部に隠しているようです。彼女の罪は許しがたいものですが、その手口は見事と認めざるを得ません。さあ、オークションぶっ壊せはクリアと。さあ、市場閉鎖。カメラのネットワークをハックしろということで、次は、結構近いところあるね。はい、じゃあ今回はここまでにしたいなと思います。いやー、どうしよっかな。なんかテクノロジーもね、強化したいところあるけど、タレット取っとくか。ということで、ここまでご視聴。マップ上にマークしておきます。はいはーい。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。